をホロ X って読む先輩どう思いますか？今さっき言ってましたもんね、ホロ X って。えのさん、え、うん、えのさん、えのさん、え、ホロ X、うん、なんかほらホロライブにホロ X が来た時にさ、ホロ X って言うね。ホロ X が来た時に、はい、にね、この月からホロ X が来ますよみたいな、あの、うん、運営さんから紹介はされるペコじゃん。え、その時にね、ペコーラ読み方をなんかホロ X かホロックスどっちかですって言われたような気がして、うん、だからホロ X っていうのが頭に残ってたのが理由だけど、でも、うん、ホロ X っていうのはただのペコーラの勘違いだったかもしれない。おい、じゃあ悪いのはペコラさんか運営さんの二択ってことですよね。うん、でも多分ペコラの気もする。だった。もうじゃあ次からもホロックスって言ってくれますか、じゃあ。え、本当はホロ X じゃなくてホロックスなの？ホロックスですよ。もう次ホロ X って言ったら我が輩もうペコラさんのことをウサダポコラって言いますから。ポコラはやばい。絶対言いますからね、マジで。ねえ、ポコラは可愛くないじゃん。いや、もうホロ X って言わないでくださいね。分かったよ。ホロックスね、ホロックス、ごめんちょっと、うん、そう、ペコラもね、これ配信でさ、うん、あのホロックスの話を出すときになんかホロ X って言ってるときにちょこちょこリスナーさんからさ、はいはい、ペコラそれえホロックスじゃねえのかみたいなちょこちょこやっぱあった疑問の声。そう、でも、はあはあ、どうしてもペコラ的には X だったわけよ。固くないやん。そう、すごい固くなかった。認めたくないじゃないですか。そう、認めたくなくてずっとホロ X って出たら、ちょっとマシュマロ今回来たからアラプちゃんに決めてもらおうと思って、はあ、決まってんですよ、ホロックスって。もう決めてもらおうとかじゃなくて。そうそうそう、すいません。でも、次からホロックスですよ、ポコラさん。おい、ポコラやめろ、ペコラにし